皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。マリオパーティースーパースターズ、今日もやりましょうか。ね、ここの宇宙のステージすげえ楽しいよね。さて今日の動画なんですけど、今日はね、ミニゲームのね、スコアアタックっていうのをやってみたいと思います。スコアアタックね、一体スコアアタックで何ができるのかってとこなんですけど、僕もよくわからないですけどね。まあとりあえずワリオを使って、ワリオでいいか。まあ俺の持ちキャラワリオだから。で、残りみんな適当でいきましょうか。よし。なんかニューレコードとかたまにさ、出るミニゲーム、皆さんあるの分かりますか？ね、なんかね、記録を狙っていくっていうゲームなんですけど、今日の動画ではね、ちょっといろいろとで新記録を樹立しまくっていこうと思います。ぜひともね、僕の記録に挑戦してみてくださいって感じでやっていきましょう。ようこそミニゲームマウンテンへってことでね、なんかなかったっけ、スコアアタックみたいな狙うやつって。あー、フリープレイの中にあるのかね。オッケー。じゃあミニゲームなんかいろいろお気に入りしたりとかしてやってねということで、見てこれ、ほら、フリープレイで、プレイしたゲーム189個、またやったことないのが11個もあるんだね、俺。マジか。ね、昔はね、やったことないゲーム遊べないっていう仕様だったんですけど、今のマリオパーティーはね、もう勝手にすぐみんなで遊べるって感じだからすごくいいよね。あとはこれだ、目指せハイスコア。ここのタブにあるやつのね、記録ちょっといろいろとやってみていきたいと思います。どれからやる？まあ、上から順にちょっとやってみこうか。ね、エンドレスモード。これね、最高記録僕83回なんですよ、縄跳び。さあ、縄跳び何回跳べるのかっていうチャレンジ、やっていきましょう。ジャンプするだけ、A ボタン押すだけです。これ、昔のマリオパーティーで好きだったんだよな、ほんと。昔、なんか20回ぐらい超えたらもう人間が跳べないぐらいの速度で、ボタン、縄が動いて、なんか失敗するみたいな感じだったと思うんだけど、どうだったっけな。まあ今回は適当にね、記録狙ってやっていきましょうか。このね、縄の速度はね、なんかランダムっぽいんだよね、多分。決まりは多分ないと思うんだけど、速くなったりとか、ね、遅くなったり、なんか縄が長くなってるんじゃねえかなっていうぐらい、なんか、しなるとき、めっちゃしなるよね、ほら見て、ほら、右の、ズーンってしなるときと、しならないときがある気がするんだけど、全部しなってんだ、これ。これめっちゃしなるんだ。まだ簡単ですね。さあ、ここから、おお、速くなってきたぞー。はい、はい、だいぶ早い、だいぶ早い、遅い、ね、リズム変えてきた、リズム変えてきた、リズム変えてきた、早い、遅い、遅い、普通、普通、普通、早い、遅いって、緩急つけてくるんだよね、これ、みんなも俺と一緒に A ボタンを押す気持ちで生きていこうぜ、はい、で、さあ、CP は2人やられましたね、これで。まあ、この辺りからだいぶ苦しくなってきたね。さあ CPU 全部やられましたね。達人 CPU はだいたい50回ぐらいで死ぬようになってるのかもしれないね。よし。早すぎるだろ。今の。はい、はい。ちなみにこれ俺オフラインでやるのはほぼ初めてかもしれないので、なんかオンラインと違ってやっぱボタンの感度がすごくいいので、やりやすみはありますよね。さあ自己目がもうすぐ見えてきました。目が乾いてきました。目薬誰か刺してもらっていいですか。さあ自己ベストこれで達成ですね。ニューレコード確定。さあここから目標100回、みんな目標100回、100回行きたい、100回行きたい。急に早い、遅い、ほい。さあまだいける、まだいける、まだ俺反応できてる。100回おめでとう。さあここからは前人未到のね、耐久レース行きたいと思います。あー、惜しくったー。あー、くそ。フィントかけてくんなよお前。148回でした。まあ、結構いい記録じゃない。みんな俺の記録に挑戦してみろ。147回だ。さあ次、全場平方レースいきましょうか。これね、俺 58m 最高なんだけど、これなんかいい方法ないかなーって思うんだけど、無理だよね。親指1個で押す人とね、親指1個で連打する人と、指2本で連打する人のね、2通りだと思うんですけど、皆さんはどんな感じで連打してますか？俺はね、親指2じゃなくて指2本です。中指と人差し指で連打してます。いきます。今集中。はい。あー、達人 CPU にはさすがに勝ちたいぞー。頼むぞー、いけ、ワリオ頑張れ。あー、鬼の連打を見せているワリオ選手、頑張ってください。最後まで。あ、息が詰まるかと思った、ほんと。俺、連打苦手なんだよな、ほんと。なんか、早い人、マジ早いよね、連打って。なんか昔俺指痙攣させてダーって連打する人と擦る派の人があると思うんだけど、もう今痙攣できなくなってさ、なんかねえ、子供の頃は痙攣でガーって連打できたのに、なんでだろうな、痙攣できなくなった、筋肉が足りなくなったんかな、わかんない、なんだろうね、力グーって入れたら痙攣するよね、なんか
あれがなんか最近できなくなりましてね、私。さて、さ一応勝ったけど、うわ、微妙な記録。これね、俺無理だわ、ごめん。指が動かん。これは、みんなどれぐらいいくの？俺、これ58最高なんだけど、ちょっとこれ無理だわ、俺。ねえ。ちょっと行こうか。スロットルレーシング、木馬。俺、木馬やったことないな。なんか、で俺が自信あるのじゃあ行こうか。ちょっと順番に行くんじゃなくて。俺、これ回ってスノーボード自信あるんだよ。みんな見て。俺、ハイスコア8700でさ。俺、これはね、あれ、負ける気しないよ、あまり。勝負しようぜ、みんな。よーし。これ、自己ベ狙っていこうか、とりあえず。8000、9000目標にしよう、一回。行くぜ。よし。これね、グオーって ABYX ってめちゃめちゃ押さなきゃいけないんだけど、6300弱すぎる。でこんな感じで記録狙っていくんだよね。ちょっと自己目狙ってみるか。ダメだな、記録出ないな。あー、自己目惜しい。これマジで、これ限界値かもしれん。俺のこの辺りが今マジで集中した。え、みんなどれぐらいいける？これほんましんどいんだけど、これ連打すんの。あ、ダメだ、もう指が限界だ。くそ。とりあえず今日ここまでだな。とりあえず、いや、みんなもね、ちょっと目指してみて。8000、9000台、夢の9000台。いや、マジでしんどい。これ9000いけんのかな。まあ、達人でね、4000とかなんで、正直6000とか7000出せたら、あの、ほぼ勝ちなんですよ、このゲームって。なので、まあ、俺の記録は大体勝てる記録なんですけど、ちょいとね、やっぱ、あれですね、9000台とか出されたら負けちゃうのでね。たまに負けるんだよな、9000出してくる人いて。えぐいつね。まあまあ、大勝利です。はい。じゃあ次、記録といえばこれじゃね？豆の木ジャンプじゃね？やってみようぜ。豆の木ジャンプ。これマジで集中力が鬼いるんだよな。なんか、いい感じに登っていくゲームなんだけど、いい感じ、右、左、右、左って登っていくゲームなんだけど、これちょっと自己ベイ更新目指しましょう。今の俺の記録、そんなすごくないので。ねえ。ほい。いやー、これね、右、左、右、左って進めなきゃいけないんだけど、うわー、ミスター。ねえ。俺マジでしんどいよな。なんか、一回ミスったらもうなんか、記録更新じゃというか、ねえ、世界記録というかね、すごい記録はもう出ないよね、正直言って。おぉ。やばいやばい。でも今回自己ベイいけそうじゃね？なんか。あ、自己ベイ更新の黄色来た。やった！これ、170くらいいったんじゃね？ 160 かな？結構いい数字いったぞ、これ。一回ミスったけど。来た！ 168！ ピーチ159とか言ってんだけど。これ CPU これぐらいまで行くってことは、ちょっとしょぼい記録ってことだよね、多分。これもう一回自己ベイさらに更新狙ってみるわ。黙ってやるね、集中して。あお。これ結構自己ベ更新むずいな。割とさっきの記録いい感じだったかもしんない。ほら、165。なんか上にお月様ちらっと見えるんだよな。お月様ちゃんと見たいな、俺。ああ、最悪だ今。自己ちょ待って、今の最後の最後で気抜いたぞ、俺。今の自己ベ更新やったで。おい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 。これ170ちょいが限界値か、これ。うわー、自己ベは更新。俺ノーミスなんだけどさ、これでも今これもっとタイミングよく判断早くいったらもっといけるのかな。まあ、とりあえず入力度170ってことで、いや、とりあえず今の俺の限界値ここだな。なあ、お月様がチラッと見えた。あれ、お月様までいけるの？マジ、A ボタン連打でいかな、多分無理だと思うで、これ。鬼の力がいるな、これ。このホバーボードレースってなんかうまくやればさ、あの、マジで、すげえ記録出そうじゃない？これ。ホバーボードレース。ねえ。はい、ではやりましょうか。A ボタンを押して加速してね、ウニラを避けるゲームですね。行きましょう。まあ、最初直線直線直線だったな、今の。なんか見えるね、最初のとこで。A ボタン連打。A ボタン連打で、ウニラをすべて避けろ。ウニラを避けるのです、ダイダラ君。ウニラを避けろ。避けろ。避けたら戻る真ん中へ。テニスの理論でいこう。避けたら戻る真ん中へ。避けたら戻る真ん中へ。やったー、めっちゃ速いぞ、これ。18秒82。
ちょ、シビュー早すぎるやろ、お前ら。シビュー早すぎるやろ。俺結構いいと思うぞ、この記録。嘘やろ。じゃ次、これがパタパタジャンボ。俺これクソ下手くそなんだよね。これなんか全然勝ち方がわかんない。これちょっと練習しときたいって意味でやってみましょう。達人の記録が参考記録だよね、正直言って、こうやるとき。正直、どんなゲームもね、達人に勝てたら、ある程度は、うわー、これ、やり直させて。達人に勝てたら、どんなゲームでも、勝てると思うんですよね、僕は。このゲーム。はい。だから、達人にね、CPU、ミニゲーム全然勝てないって人は、フリープレイで潜って、達人に勝てるのを目標に、やってみるといいんじゃないかなと思います。で、このね、このゲーム、後半クソむずい気がするんだよね、なんか。パタパタずっと動いてんもんな。こんなよ、登られへんで、ほんま。うわー、ほらほら。俺、100メーターぐらいでいつもね、もうダメなんだよな、ほんと。よし。それ100メーターもとりあえず超えたけど、ねえ。おい。わーって128。自己ベなんだよ、これでもみんな俺。自己ベ。128で自己ベなのに負けたんだよ、これ。納得いかねえよな、これ。だから、俺、マジ下手くそなんだろうな、これ。このパタパタは。これどうやんの？なんかコツあったら教えてくんね？ちょ、これやり直そう。さあ、魔の 100m 前後ですね。この辺り。よいしょ。この辺りクソむずい。ちょっと待った方がいいな、もう。なんか、勢いで行くんじゃなくて。よし。あ、いいわ。これタイミング噛み合った。お、自己目来た。自己目来た。自己目勝ったぞ。よーし、156。うわー、でも、俺ワンミスとかでこれだよ、記録。これはね、ちょっと俺、負けちゃいそう、CPU に。もう一回勝てたら卒業しよう。このミニゲーム学校。俺の成長を見ててほしい、みんな。ほい。いい感じ、いい感じ。ほい。いや、ここむずいね。よしよしよし。成長はしてるが、あー、155! やっぱ、でも150は安定して超えれるようになった。よかった。ちょっと待つ気持ちがいるわ。ちょっと待つ気持ち。A ボタンの連打よりも。安定感出していこう、これは。学校卒業です。さあ、あと勝っときたいね。これは、これやったことないな。木馬。早すぎるとバテてしまう木馬レース。ちょっとやってみましょうか。何すんの、これ。LR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 
して、これって人参切らさないように走った人の勝ちでは、こう、あーこれ取るのか、タイミングよく、うわーそういうことか、理解した、これ勝ち方はあるんだね一応。あの人参のあそこで、あそこの手前で減速加速を繰り返してタイミングよく人参を取るんだこのゲーム。なるほどね。だから序盤は特に差はつきづらいからね、ゆっくりと行こうねっていう感じか、ここね、ゆっくりとみんなゆっくりと楽しく木橋で行こう。ルイジめっちゃスピード出すやん、お前ずるいぞ、お前抜くなよ俺をね。ここ加速、よし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 、ここでガチ連打すんだよ、ガチ連打。待って負けてんだけど俺、待って、遠回り俺不利なの、そんなことないよね、めっちゃ負けてるけど、なんかめっちゃ差ついてるけど、何これ。よしよしよし、あーっと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 、ちょ、俺勝てないけどこれねえ、なんで何がいけないのこれ、何がいけないのこれ、そんな俺おらへん、ウマ娘かよこれ、プリティダービーじゃねえよ。俺の相棒はどこにおるねこいつ、おかしいやろ。お、減った俺、いやこのゲーム出たら負けるわ俺、うん、諦めよう。わからないこれ、わからない、ガチめにわからない、これコツちょっとあったら教えて誰か。あとはこれかな、パラパラブック、あ、これもエンドレスモードがね、そうあるんですよ、これ好きなのよ俺、これゲーム、パラパラブック、みんなし、このゲームおもろいからね、本をの隙間に入るゲーム、これ本の隙間にね、上のページをグッと見てね、その穴に入り込むっていうゲームかな。やっていきましょう。何ページあるのこれ。さあ俺の自己ベン27なんですよねこれ、なので、27超えるようにしましょう。なんかすっげえしょぼい数字に見えるな27って、俺もそう思う。俺1回だけエンドレスモードやったんだけど、これめっちゃむずいんだよ後半、何がむずいって、早すぎるんだよあまりにも、判断が遅いってよ、めっちゃ怒られる、マジでそうだよこれ。
お次様。まあね、個人的にはこれ右と左に分かれてという他のプレイヤーがいないところをね、必要に攻略していくのがいいかなと思います。邪魔だな、達人 CPU いらないな、これ弱いにしときゃよかった。邪魔だわ君ら、邪魔だわ君ら、ゲーム上手いから邪魔だ。ちょ、全員でここ来んな、全員で来んな、はい、全員でここ来んな、マジで邪魔やぞ。ほい、さあお月様、ピーチそろそろやられへんかな。1個しかなくなったね、これで。はい、ギリギリ、さあみんな死んでいったね、これで。はい、判断が遅いと知ります。この辺りからもうちょっとためらったら即死ですね。邪魔やで、もうルイージ。はい、やばい、はい、やばい、死んすぎる。はい、次、はい、あーしくったーって30、いやで俺自己ベ更新してるのに CPU に負けたの納得いかねえ。うわ、勝ちですけど、うん、自己ベは更新できました。後半マジでエグいですね、これ。さあこんなとこかな、今回いろいろと自己ベ挑戦してみましたがね、最後にじゃあ僕のあのクソ遅い連打を見て終わりにしましょうクソ遅い連打これね、爪でやった方がいいよってね、みんなに言われたんだけど、俺遅すぎるから。連打6秒だもんな、ほんと。爪連打ってどうやんの、これでいいの。遅い気がするけど、めっちゃ遅くね、ほら俺爪連打、こうするしかないか、ほんと。よし、オッケー、行こう、一回爪連打で行け。爪連打で習得してみます、行きます。爪割れる、爪割れる、マジ爪痛いんだけど、これ勝負だ、みんな、俺の記録と君の記録、どっちが勝つか。へい、はい、おお、早くね、世界記録早っ、え、早っ、何、え、爪で俺極めます。これから爪連打でいきます。もう指では連打しませんマジか、これすげえな、ミニゲームおもろいわ。ミニゲーム遊べば遊ぶだけこうやってね、あのお金もらえます、経験値でもらえて。レベルはもう99なってたわ俺。カンストです、カンスト、マリオパーティーカンストマンでしたね。やりました、ダイダラです。まだお金がでもちょっと足んないのかな。キノピオショップでね、買えるものがね、やっぱあのスタンプはもう全部買ったんだけど、あと図鑑系だけ買わなきゃいけないので、ちょっとこれお金ね貯めてまた全部買えるようにだけしていきましょう。とりあえずこのシリーズのね最終目標はね、全部買ってって終わりかなってと思ってますのでね、引き続きお金貯めながらミニゲームで遊んだりとかしていきたいと思います。次回またオンラインとかやりたいよね。 OK、 それではまたね、見てください。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね、おつっぽいよ、バイバーイ。